お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、先日ファブカップという大会がね行われました。でなんと、そのね大会で僕優勝しました。はい、パチ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 というわけで、ちょっとねそのたくさんねいいリプレイがあるので、今日はねリプレイ紹介とか、まあ、その大会のねいろいろお話できたらいいかなと思います。でちなみにね、まあ、ファブカップ多分知らない方もいるのかな、多分 YouTube アーカイブ残ってるので、ファブゲーミングチャンネル、まあ、ファブカップって多分調べたら出てくるので、ぜひね、あの久々のオフライン大会だったんですよ。そう、ステージに立って、目の前に観客さんがいてみたいな感じでやったので、ぜひねアーカイブ見てもらえると、分かりやすいかなと思います。だけで、まあ、リプレイ紹介していくんですけども、対戦相手がかな、まあ、ベスト8残ってて優勝を決めるとこからだったんですけど、まあ、そのベスト8はこう事前にね予選があって、予選で勝った人たちが、今回最後本戦にね決勝ステージへ上がったって感じですね。で僕の1回戦目はこのマルチでねよく見かけるサイトトロもねめっちゃ高い、ガキ西さん、まあ、5列界の方ですね。で準々決勝、準決決勝、全部リプレイ見せたいなと思ったんですけど、それだとちょっと長くなっちゃうなと思ったので、ちょっとね、1回戦目は、ちょっと省かしていただき、まあ、説明だけにして、まあ、準決、僕がゆうやさんかな、はい、元キックス所属、元プロのゆうやさんと、あと決勝はなんと、最近ね、もうブイブイ言わせてる、ライキさん、はい、ライキジョネスさん。と試合だったので、その試合をね見せていければなと思います。で、まあ、5連使いだったので5連メタでいき、まあ、なんとかギリギリ勝ち。で2回目はなんか電波がねちょっと悪かったみたいで、開始直後にもうステイしてくださいっていう感じで消化試合になって、でその後2戦目エリジェイ使ってアチャスキラに負けて、最後じゃあ俺もアチャスキラ使うぜっていうので、はい、なんとかギリギリ初戦勝てました。というわけで全試合ね普通の BO3 対決です。さあ続いて準決勝、ゆうやさんですね。で僕この前動画にでもね一回出したことがあるかな、さあメガナイトムートコカツで、ゆうやさんはアチャスキラ、なんかまあアチャスキラがねもう大流行してますね。しかもアチャスキラこのねすごいいい部分があって、中身はねいろいろ変えれるんですよね。そう、今回ゆうやさんのアチャスキラはポイズンなんですけど、先ほどまでのねあのガキ西さんとか結構ねメインで使われてるのはファイボだったり、で今回矢の飴なんですけど、ゆうやさんがこれもなんか雪玉だったり、まあ、なんかいろいろね替えが効くので、まあ、使いやすいし、まあ、自分の使いやすい方に変えれるっていうのがおすすめかなと思います。さあで、まあ、雪だったら僕のこうゴブリンバレルとかウォールブレイカー結構刺さりやすかったっていうのがあるんですけど、この矢の飴のね採用もなかなかいやらしいかなと思います。まあ僕がなんか最近よくコカツめっちゃハマってるんですけど、コカツよく使ったり、まあ、あとラバもまあよく使うイメージが多分あると思うので、まあそういったところで矢の飴にしたのかなと思います。なんで僕はじゃあこのデッキ使ったのっていう、まあ、デッキ選択にまあ意図がないっていうとちょっとまああれなので、なんかまあメガナイトムート、ゆうやさんとか、まあ、あとはまあ最近だとライキさんとかもこう、まあ、上手い人たちって結局何でも使うじゃないですか。だからデッキ読むとかぶっちゃけまあ無理なんですよ。そう、読んだところでほぼ来ない、もうデッキ幅広すぎて、まあ、何が来るかわからないので、なんかこのメガナイトムーンとコカツはなんか高回転デッキ全般に勝てるかなみたいな、こうウォールブレイカーとか、まあ、ホグとか、まあ、なんならこのアチャスケラとか、まあ、気持ちね高回転系のデッキ全てに戦えるからっていうので出しましたね。はい、でまあ序盤はこう意外とね結構ダメージリードをしてるって感じですね。でゆうやさんはCRL 経験してますけど、多分ね去年とかはこうオンラインでこうズームでとかこうまあお家でっていうね参戦だったんですけど、今回ステージだったので多分初のねこうステージでこう、まあ、ゲーミングチェアに座って目の前にお客さんがいてっていうね、多分そう初のオフライン大会だったのかなと、わかんない多分ですけど、はい思ってます。まあそんな中のね
なんかもう久しぶりのオフラインで、ちょっとね、こう指がプルプルしてましたね、僕は。そう、なんか去年1年間ずっとこう、なんだろう、会社で、なんかこう、ズームつなげてとかだったので、目の前にこう、ね、観客がいるとかではなかったので、すごい久しぶりな感じがしましたね。なんか、わあ、この感じ懐かしいと思いながら戦ってました、僕は。そう。久しぶりなんでね、もう1、2年ぶりとかなのかな。なんか、こう、ステージでね、やるのは。はい、まあなんかそんな感じのね、久しぶりのオフイベントだったので、なんかこの大会の前にも、事前にこう、青空 e スポーツっていうイベントがあって、なんか、ボンさんとひろゆきさん。はい。あの、めちゃくちゃおもろい。あの、ひろゆきさんと対戦イベントとかもあったりして、結構ね、いろんな、あの、方とかもね、多分見に来てくれてた思いがあります。なので、ぜひね、またオフイベントとか、こういうオフ大会とかあれば、なんかこう、もう、あ、そんなのあるんだと思って、ぜひね、なんかこう、見に来てみてください。なんかこう、友達連れてね。そうそうそう。やっぱこう、会場に見るのはね、多分おもろいと思うんですよね。僕はこう知ってる側なんですけど、僕もでも会場でこう試合とか見るの結構好きなので、そうそう、ぜひね、オフイベント、まあ最近はちょっとあんまないですけど、超久しぶりのねオフイベントでした。さあ、ここは僕はケツメがないとして、コストねないタイミングを狙っての、まあ橋前ナイトムートスケラー、まあこれね、攻めるタイミングもさすがにねうまいですね。で、僕はもうここね許容してカウンターで繋げるしかないっていうので、ここ、ちょっと上手いのが、柳目持ってんのに柳目を使わずに守ってるのがね、ちょっと嫌らしいですね。やっぱこう単体で攻めてきたユニットは、ユニットでやっぱ許容して守れる。そしたら、こう今の場面とかでも柳目使えたり、できるので、こう柳目持つのがね、僕からしたらちょっと嫌らしかったですね。そうされると僕がこう雪玉しかないので、攻め手が。で、ディガーとかもないので、なかなかね、後半こう、ほぼ削れなかった。はい。まあ、そういったところで、最後最後、こう、確実にね、守って、なんか、じわじわ削られて追いつかれたという試合で、BO3 1戦目はね、ちょっと落としてしまいました。いや、1戦目落とすと、ちょっとね、精神的にきついですよね。だって、2連勝しないと勝てないっていう状況じゃないですか。しかも、こう、ゆうや選手とかも、バカ強いし、と思いながら、いや、マジか、と思って、さ、この、2戦目、メガナイトスケラかな使ったんですけど、これは、マジ何使おうと思ってて、ぶっちゃけ分かんなかったんですよ。分かんなくて、だからロワイヤル API っていう、僕よくこうグラチャで勝率1万とか、使用率何位とか、デッキの紹介すると思うんですけど、そのサイトで、このタイミングで勝率1位だったんですよ。このデッキ。そう。API で見たら、お、勝率1位で、バカ強そうじゃんと思って、そんな感じでも使いましたね。はい。で、使って、ユア選手は、まあ、こう、有名なチェーンスケラだったんです。これ、マジで、僕、宝くじ当たったんじゃないかっていうぐらいの、神運をね、使い果たしちゃいました。多分、手が滑って、そう、僕も試合中とか、まあ、たまにね、こう、手がプルプルしてたんですけども、こう、ポイズンね、ザッピーに打とうとしたら、キングに、こう、ピュッて多分ずれたんですね、指が。それで、まあ、キング起動してっていうので、ラッキー勝利がありましたね。スケラってマジ緊急起動されたらダメージが通んないんですよ、ほぼ。そう、マジで通んなくなって、で、ここはね、ユア選手、ボムナイトで、僕のスケ、メガナイトで緊急起動してきたので、まあ、ここでもうお互い緊急起動ってなったら、ほぼダメージ入らなくて、ちょっとね、まあ、ポイズンの差でじわじわ削られたんですけども、まあ、やっぱ序盤の、はい、緊急起動によって、もうなんとか最後逃げ切ったっていうわけで、まあ、これはね、マジで、超ラッキーですね。すごい超ラッキーな試合で勝てました。なので、これはユア選手が別にミスってなかったら、僕はもう 2-0 で、はい、準決勝敗退だったんですけども、もうこれはもうなんか、救われましたね、本当に。なんかオフラインだからこその、まあ、緊張感というか、まあ、慣れというか、まあ、そういったね、ところによる、ものだとね、思います。バカラッキーですよね。なんか、しょっぱまも2-1だし、この試合もね、まあ一応2-1でって感じで、もう全部ギリギリでギリギリで、しかも相手のミスによって救われて、みたいなね、はい、感じでございます。で、最後ここ見てほしい。この相手がね、メガナイトもプリンスも使って、さ、リーグ受けないでしょっていうところの、このね、ムート追加。で、バカ刺さるんですね。しかも、僕のデッキ、なんや、みたいな。そう、ロイジェイだったんやっていう感じの、まあ、ロイジャイデッキなんですけど、まあ、僕、あんまロイジャイを使うイメージが多分ないんですよ。
まあ、キョロイぐらいならば使いますけど、郊外でのロイジャイとか、あんま使わないイメージがあるので、まあ、こういったね、だからメガナイトデッキとか、まあ、なんか、ロイに弱いデッキというか、まあ、こういうタルババザップとか、なんかこう、スペル、小物スペルが刺されやすいんですよ。ヤナアメとか、タルババ、ウッド、ザップが。なので、まあ、そういったね、小物スペルをちょっと避けたいなっていう、まあ、ムート、ザッピー、トリトン、ハンターの、ちょっとこのね、なんか多分、見たことないと思うんですよ、この編成は。そう、僕のね、だからまあ、普通に、なんか、ちょっとだけ使われてるデッキなんですけども、はい、まあ、イメージにないデッキで行こうと思って、まあ、このデッキで、なんとね、ギリギリ勝利と。やばい !2 倍タイムで、見せる予定なかったんですけど、ミスって、4倍か ?2 倍かで試合終わらせちゃいましたね。これはごめんなさい。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ高回転でミスしちゃったな。もう一回、もう一回、皆さん2分の1とか、はい、4分の1にしてね、ちょっと見たかったら見てください。まあ、守って、しっかり最後カウンター決めてというようなね、はい、結構いい立ち回り。なんか、落ち着いたね、プレイができてた気がします。さあ、続いて決勝戦。ライキ・ジョネス選手と、の試合でございます。で、逆サイドのブロックは、ジョネスさんと、ミカンさんかな。はい、純潔で逆サイミカンさんとライキさんが当たってて、まあ、ライキさんがね、2-0 でね、勝ってたかなと思います。で、まあ、予選でもね、結構こう、本当は、キタシャンとか、ハジメとか、あとは、天野、パンドラとか、結構有名どころも参加してたんですけど、まあ、全体的にね、そこを破った天野選手とかもいて、その相手をみんな1回戦でね、勝ち上がってみたいな感じで、はい。やっぱこう、元プロはね、すげえんだぞというようなのを、ちょっとこう、示す形でね、はい、僕とゆうやさんと、まあ、みかんさん、ライキさんがベスト4に上がって、そっから僕とライキさんがね、決勝という形でございます。さあ、ライキさんと1戦目、僕は、まあ、このスケラデッキを使って、ライキさんがこのラバディガデッキなんですけど、僕これ、まあ、アチャスケラをちょっと変えたんですけど、そうそうそう、よくさっきまでもね、僕使ってましたし、使われてたアチャスケラデッキのアチャをザッピーにねまあ、アチャスケラじゃなくなっちゃったんですけど、アチャスケラのアチャをザッピーにして、なんとボムタワーの悪魔ゴブ掘りにしてという、ちょっとね、いろいろアレンジしたこのスケラデッキを出しました。まあ理由としては、さっきも言ったんですけど、僕にやっぱヤナアメとか、ウッドザップ系が刺さりやすいので、まあそれちょっと避けたかってっていうので、この形にしましたね。そしたらまあラバっていうので、まあ嫌ではあるんですけどね。さあ、で、ここのホバー先行してないの疑惑だよなって思いながらも、まあ、降りて受けつつ、みたいな。いや、ここもね、結構落ち着いてるなと思いますね、僕。で、最初のナイトとかも、ラバ出した瞬間って、基本的にやっぱ3コスしかないので、その瞬間にナイトを出すと、こう、ラバの逆サイドのナイトって、まあ、無視するか対応するかで、やっぱ3コスとか4コス、ラバって割かないといけないんですよ。なんか1コスとか入ってないので、ラバデッキって基本。そう、そしたら、ラバの形を作らせなくできる。っていう感じかな。なんかナイト出して、これにユニット出させると、ラバの攻撃作れなくねみたいな感じで、とりあえずナイトをね、端前でポイって出すのがね、強いですね。逆サイドが強いですね。で、今のナイトもケツから出しても、どうせラバで合わせられるよなっていうのと、まあ、ケツラバとタイミングが被ればラッキーだなっていうような単体ナイトですね。で、まあ、ファイボなので、まあ、ホバリングとか、スケダラには積極的にファイボを打っていくというわけで、で、この縦の戦士がね、ちょっと僕は嫌ですよね。こうスケラーデッキって縦戦、ヤナアメがあればいいですけど、ファイブ雪だと縦戦、どうやっても溶かせないんですよ。そう、どうやっても溶かせないので、ちょっと縦戦がね、嫌というわけで、まだ僕多分スケラ一回も打ってないんですけど、今回ですね、スケラほぼ打たないですね。そう、スケラ打たずにユニットでプレッシャーかけて、タイミングで伺ってるっていう感じですね。そうそうそう。で、ここも、ちょっとね、こう、ユニットで形を作って、さあ、で、ファイブをホバに打って、みたいな。で、まだスケラ打たずにね、で、縦線使って、まあ、陸受けをね、使わせたら、みたいな。そう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 。で、なんかこう、ユニットでめっちゃ攻めてますね、僕は。で、今、これ、縦線がないターンなんですよ。僕はだから、ちょっと今、スケラ打ちたいタイミングなんですけども、まあ、一旦守ってというわけで、まだまあ、スケラを一回も打ってないんですけど、ダメージ的にね、こう、勝ってるっていう。
ちょっとなんかすごいなんかよくわかんない試合なんですけども、やっぱこういうのがね結構大事になってきますね。メインが通らない時にメインで攻めないというか、でここもあここはですね一旦防衛で、やばい、なんか喉が詰まって死にそうになっちゃったんですけども、まあやっぱ相手はねこう矢の雨しかないので無限ザッピーが生きるよねというわけで、もう高回転でザッピー回して耐えてるって感じですね。そう、今のところスキラの登場回数は0回で、僕は多分ね、まあ、この時点で残り1分半なので無理に攻める必要がないんですよ。そう、相手も矢の雨しかないので、矢の雨とディガーか削るのがねしんどいので、僕はこうね確実にザッピーでねラバのダメージを抑えつつ守ってさあ低めでね、まあ、ファイボって雪玉もあるのがちょっと救いかな。でちょっとインドラに無双されるんですけども、まあここでねさあ形を作って、ここもね、まあ、僕はスキラ打つコースがないんですけどファイブ打ってみたいな、でちょっとねなんか余裕があったのか分かんないんですけど、あ縦線来るわと思って、なんかシャシャリ攻め雪玉したんですよ。これマジで別に全部に当たってても突破できないから、マジ世界一意味ない雪玉なんですよね。さあここも陸受けない読みのムートさして、このザッピーインドに当ててたら多分良かったんですけど、僕は左側ねこれ縦線回んない読みでねもうパッパ攻めちゃったんですけど、まあこう意外ともう陸受け枯渇というか、もう陸で攻めながらみたいなね感じで戦ってます。さあ初スキラがね若干刺さりましたけど、攻めたことによってカウンターがやばいんですよね。これやばいなーと思いながら、でめちゃくちゃ落ち着いてたんですよね。さあ5打ってからの、まあ、雪玉も打って、そうバカ落ち着いてるなーと思いながら、自分でもなんかね思ってる以上になんか綺麗に防衛できましたね。で最後もこれディガーわざとちょっと防衛せずに400と900ぐらいだったので、追加されるユニットさえ守れば大丈夫やと思いながら、さあもうザッピーがね輝いてました。まあ最近もうザッピー最強ですから、ロイホグにも、まあ、このスケラにも、まああとはなんだろうね、ロイジャイにも入ってる、まあ最強ザッピー皆さん使った方がいいです。というわけでさあ続いて2戦目です。僕はねマジアチョールレイカ、最近動画でもよく上げてると思うんですけども、まあマジアチョールレイカ単純にね、まあ何にでも勝てる自信はあるんですよ。あるけど、でまああと1本最初取ってたので、僕ここで負けても別にもう次あるやと思って、あるからと思って、まあ、自信あるしと思ってマジアチョールレイカ脳死でね投げました。まああと一つちょっと思ってたのはマジアチョウォールブレイカーで勝ったらすごいよなというか、見せプーだよなって思って、なんかこういう高回転で勝つのかっこいい、ちょっと憧れるのがあるんですよやっぱり。そうなので、まあ自信ありましたしマジアチョウォールブレイカーで、まあ一旦負けてもいいんでねと思って、いきりね見せプーマジアチョウォールブレイカーを使っていきました。そしたらこの高回転ロイ来られてちょっとね結構やばい序盤からさもうバカダメージ入れられて、あれと思いながら、うわマジかと思ってちょっとね泣いてましたね。これはそう、まあ相性は別にめっちゃ悪いことはないんですよこれ。そうウォールブレイカーはまあこうハンターで完封とかウッド、エレスピー、マスケ、コウモリとかいろいろ守られちゃうんですけども、なんかこっちも守れるんですね。ボムタワーとトルネがあって、相手のロイを結構守れるので、思ってるほど相性は悪いわけじゃないんですけど、いや、ここのハンターはね、バカ早いんだよな。ディガーでハンターのタグをね、取ろうと狙ってるんですけど、ハンターがね、早すぎて、そう。まあ、綺麗に守られて、で、僕はまあ、こっからはもう、ディガーを通す、ウォールブレイクを入れるマジアチャぶっ刺すぐらいしかね、なかなか勝ってないんですけど、まあ、確実にね防衛して耐えていきます。いやこのやりゴブウッドも痛いですよね。これで僕タワーダメージ受けますからね、まあ、ボムやりゴブウッドでロイをねしっかり守っていきます。さあこっからですね、いやーまあもう気合でね、でここはもうディガー削りで、この僕の見てこれやばくない？マジアチャーで射抜こうとしてるのも今のもトリトンで読んでるんですよ。だから
いやー、なんかもうこの時に今ライキさんバカ集中してるやんと思いながら、なんか冴えすぎじゃねえと思いながらさ、で今のマジアちゃん、まあ、読めそうだけどスケがいたらちょっと来ないんじゃねえとか思うじゃないですか。でも、ね、完璧に読まれてて今のところもう完璧すぎるんですよ。完璧すぎて僕のダメージ入ってないし、でこのトリトンもナイト蓋しようと思ってたんですけど、僕はされる前に早めにね引っ張って対処することによってもカウンター阻止のねトリトン、やばいな、もう完璧すぎる、完璧すぎるんですけど、やばくないですか。だってこっから、まあ、不可能じゃん的なね、まあ、感じではあります、正直ね。で僕はもうこれどうやって勝つってなったら、まあ、マジアチャを射抜くしかない、マジアチャで射抜くしかないなと思ってて、ウォールブレイカー多分ほぼ通んないじゃないですか。でまあこのウッドもタワーに入れればよかったななんて思いつつ、その一回ね落ち着きます。足前からやりゴブとかウォールブレイカーとか割いて、まあねちまちま削って、あとファイボーで打たれていい、まあ、タワー HP が多い方に、まあ、マジアチャ出してみたいな。でこの積極的に攻めウッドしていきます。あの相手がやっぱ LSP ウッドとかハンターで防衛してくるので、ウッドをね打てば、でここのナイトめっちゃ上手くない、ハンター浮かしてトリトンに引っ張られるのも分かってたんですよ。でそうでこんな感じでね防衛してます。このナイトやり込むのね完璧だったと思いますね、まあ、なんですけど、いやこれだけでいてウッドをもう一個下だったら多分この一発入ってないんですよね、っていうちょっと細かい部分もありますが、さあでもダメージちょっとずつ追いついてきて、ここですね、ちょっと見てほしいのが、ナイト出して一回置くんですよ、僕。時間置いて待ってるんですね。で、ディガーを飛ばして一回置くんですよ。ハンターを咲かせたい。で、からのこのハンター読み、ウッド。で、マジアチャで、さあ抜いていく。これ、最後の、神ウッド。神ウッドによって、そして神マジアチャによって大ダメージ。え?みたいな。え?勝ったのみたいな。いや、そんな感じの試合なんですけども、最後見事ね、大逆転勝利をして、決勝戦2立てしてね、優勝することができました。というのはね、試合ですね。ヤリゴブリンに、ライキさんが最後、ウッドをね、割いてたんですけども、そこで、そしたら、こう、ウォールブレイカーの対応が、まあ、限られるんですよ。まあ、スケコウモリハンターかな?スケコウモリハンターと、まあ、一応、防衛ファイバーもあるんですけども、こう、それをね、なんていうの、一回ずつ待って、ナイト出して、ハンター咲かせたいなっていう。ハンターさえ咲けば、ウォールブレイカー入るから、ウッドないんで。そう、ナイト出して、待って、ディガー飛ばして、待って、ウォールブレイカーで、絶対ハンター来るなと思いながら、さ、ウッド転がして、マジアチャでって。まあ、なんか、正直、ウォールブレイカーが通るとあんま思ってなくて、ウォールブレイカー通すよりは、マジアチャで射抜くことを考えてたんですよ。ウォールブレイカーに絶対ハンター来るから、それを射抜くぞって考えてたら、まあラッキーでね、結構ウォールブレイカーが刺さったというような感じで、勝てましたね。いやー、久々のこう、個人でのタイトル獲得というか、個人の優勝、マジ3年ぶりぐらいじゃないかっていう。一回なんかオールスター大会で優勝もあったんですけども、ほんとね、それぶりだし、オフラインだとマジでね、3、4年、日本一決定戦ぶりとかなので、なんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい。しかもこう、最近ちょっとライキさんに負けてた気がしたので、そこをちょっと勝てたのはね、嬉しいなと思います。そして、まあ優勝したことによって、JBL さんのヘッドホン、そして、あとカップヌードル100食分、そして賞金40万円獲得というわけでね、はい、これで僕もケンタッキー通い放題不健康生活マンにね、なれますという、幸せなね、権利を。得ることができました。まあ、また今後もね、こういろんな大会ね、どんどん積極的に参加して、またね、ちょっと優勝できたらなと思ってます。というわけで、今日はね、こんな感じで終わります。よければね、チャンネル登録だったり、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。